技術立国日本、新しく生まれるテクノロジーを進化発展させ日本の明日を担うトップランナーとこの国の明日を語る。この国の行く末2。金融経済の第一人者北尾さんとともに各界のさまざまな革命児をお招きしまして日本と世界の未来について語り合うこの番組。北尾さん、今回のゲストはどんな方なんでしょうか。今回はですね、量子コンピューター、まあ、未来のコンピューター、だんだん近未来のコンピューターになりつつあるんですけどね、はい、そのオープンイノベーションの推進役でもありますし、またそのグループ属しているグループが世界的な、まあ、この分野の研究体制を引いているグループ、その日本での、まあ、まさにトップということです。今回のゲストは日本 IBM 東京基礎研究所サイエンス&テクノロジー部長山道慎太郎53歳。コンピュータの分野で巨人と称される IBM、 その中で山道は量子コンピューターをはじめとした最先端のコンピューター技術を研究開発するチームのリーダーを務める。量子コンピューターは量子力学の原理を応用して計算を行う、従来とは全く異なる概念で作られる。いまだ実用化には至っていないが、完成すればスーパーコンピューターの計算能力を理論上はるかにしのぐとされる。世界中がしのぎを削るこの分野で最前線に立つ山道、研究は今どの段階にあるのか、どんな課題が横たわっているのか、完成した先にどんな未来が広がっているのか、研究開発のトップランナーと北尾との対談から見えてくるこの国の行く末とは。 IBM は量子コンピューターの開発でどんなことを目指しているんでしょうか。はい、IT の全般の進歩に役立てたいと思っています、うん、で量子コンピューターの研究などを通して常に IT のフロンティアを切り開いていきたいと思っています。でその時に自分たちだけではなくていろいろな企業の方とのオープンイノベーションを通して、うん、皆さんでいろいろと議論し合いながらそういった IT のフロンティアを切り開いていければと思っています。オープンイノベーションというのが北尾さん鍵になってきそうですね。そういうことですね。はい、本日は詳しくお話お伺いしたいと思います、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまず量子コンピューターの量子って何ですか。はい、身の回りのものが小さな粒でできているっていうのは、まあ、きっと小学校ぐらいの時に習ったかと思うんですけれども、うん、その小さな粒、はい、どれぐらい小さいかっていうのをちょっとご説明したいんですけれども、例え話になるんですけども、小学校のグラウンドに、そうですね、身長130センチぐらいの 3,4 年生の子供が立っている様子を想像いただいて、はいはい、そこからどん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 空に向かって離れていきます。でしばらく行くと学校が見えて、まだ校庭に一人子供は立ってますけれども、はい、もう少し離れていくとやがて日本全体が見えてくる頃にはもう全く子供は見えなくなります。はい、もうこんな、ね、 点も見えないぐらいですね、はい、でどん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 もっと離れていくと今度地球、大きな地球が見えてくるんですけども、そこから宇宙船に乗ってずっと離れていって、宇宙船の窓から地球そのものが1ミリぐらいの大きさに見えた時の、先ほどの小学校のグラウンドに立っている子どもの大きさが原子なんです。原子が、はい、原子の大きさは1ミリのおよそ1000万分の1。1000万分の1とは一体どれぐらいのスケールなのだろうか。グラウンドに寝転ぶ小学生、この少年を原子と仮定する。ここからカメラを引き、少年の1000万倍に相当するものを探ってみよう。街並みが見えてきた。まだ1000万倍には達しない。
日本列島全体が見えた。これでも1000万倍には達しない。ついに地球全体が視野に収まった。ここが1000万倍。つまり少年を原子と仮定した場合、地球の直径さえもわずか1ミリにしかならない。量子の世界がいかに途方もないスケールなのか想像できただろうか。もう粒、小学生が原子ってことですよね。そうですね。原子もそうですし、電子もそうですし、電子、量子自体はそれよりもさらに小さい粒、はい、そういったものを全部含めて、全部量子ってことなんですね。量子というふうに呼んでいます。あ、なるほど。つまり小さな粒っていうことなんですね。そうですね。そんな小さな小さな原子の周りに起こる不思議な現象を使ってコンピューターにしているのが量子コンピューターに。ちなみにその周りで起こる現象ってどういったものがあるんですか？とても不思議な現象がありまして、人間が決めた、状態、2つの状態のどちらも取りうる、状態の重ね合わせという不思議な状態があります。状態の重ね合わせとはどのような現象なのか、オセロの石を使って説明する。まずは通常の世界の場合、例えば石の白い面が表に出ているとき、黒い面は隠れる。石には白い状態と黒い状態の2つがあるが、一度に一つの状態しか表現することはできない。次に量子の世界の場合、量子の世界ではオセロの石は回転しており、白でも黒でもある。つまり異なる2つの状態を一度に表現することができるのだ。これが量子の不思議な現象、状態の重ね合わせ。それを利用しているのが量子コンピューターになります。はい、どうでしょうか。いやー、これもう何度聞いてもね、聞いた時は分かるんですよそうですね、分かった気がする。ところがね、この量子コンピューターを提唱したリチャード・ファインマンという人がね、はい、量子コンピューター、これを分かったと思ってるうちは分かってないと。あ、そうです。量子コンピューターというか量子力学と言った方がいいかもしれない、そういったぐらいね、分かったようでいて分かってないんですよ。人間というのはなかなかそこのね、今本当にこれ以上優しく分かりやすく説明した方はいないぐらい分かりやすく説明していただいたんだけど、聞いた時は分かるんですよ。そんな気がします。そうでしょ、はい、まあそうやって少しずつ理解しておけばしょうがないですよね、これは。ちなみにまあそれを取り入れた量子コンピューターっていうのは従来のコンピューターとどのあたりが一番違うんでしょう。ちょっと図で説明させてください、はい、ちょっとこれはオセロの例で恐縮なんですけれども、従来のコンピューターは上に書いてあります通り、白と黒を人間が0と1と決め事で決めて、コンピューターとして使っています。そのこう組み合わせでプログラミングがされてますよね。おっしゃる通りです、はいはい、たくさんの場合の数を1と0で表現できるんですね。でもポイントは、今この時この一瞬で表現できるのは一通りなんです、うんうんうん、一方で量子コンピューターは下のようにオセロがくるくる回っていると、一番大きな違いは今この時この一瞬で全てを表現できてしまうんですね、うんうん、爆発的に早く、計算できる可能性を秘めている原理になります。従来のコンピューターはデータを0か1で表現する。オセロの石に例えるとデータを白か黒かで表している。一方量子コンピューターはデータを白でもあり黒でもあるという回転する石で表現するため、2通りの表し方ができる。さらに石を追加すると表せるデータは2の2乗の4通りになる。石が3つなら2の3乗の8通り、石が4つなら2の4乗の16通りといったように、石を1つ増やすたびに扱うデータが倍になる。従来のコンピュータとは比べ物にならないほど
大量のデータを扱い、爆発的な速度で計算できる。それが量子コンピューターだ。つまりも本当に多くの情報量を素早く処理できる、つまりはすごい効率化といいますか、はい、速さであったり量を処理できたり、はい、すごいバージョンという感じで考えて、はい、いいんでしょうかね。そうですね、はい、北尾さんどういうものだと理解されて思ってらっしゃるんですか。まさにこれは全く今までの次元で捉えたらいけないものだというふうに思って、コンピューターって二進法の0と1で我々理解して、それで内部コンピューター内部の計算処理してると、はい、これも二進法の世界から全く関係ない世界に入っていくわけですから、それを二進法の世界で理解しようとすることが間違いだと思います。だからさっき0か1かじゃない、ゼロでありかつ1なんだと、はい、こういう話ですよね、はいはいはい、それをさらにもっと量子力学の世界で粒か波かという世界があります。粒であって波になってる、これ一体何なんだと、もうだから全部がわからない、今までの常識で考えるともうわからない、うんうん、だからそういうものだともう思い込んでいくのが僕はスタートだと思うんですね。なるほど、じゃあこれまでの私たちが知ってるものを基盤に理解するというよりはもう別物として新しいものと出会いというような感じですね。ああ、そうですね。そう、僕はね、面白いことに例えば疫学なんて勉強してたもんだから、その0と1の世界っていうのは陰と陽の世界、ああ、この陰と陽の世界っていうのはもともとここにある、まあ、対極っていうか、この混沌としたここの世界から陰気が分離独立する、陽気が分離して、そして陰陽の世界ができていくんですね、うん、この0、1の二進法をちょうどその概念研究してた頃にのライプニッツを見て、あ、2000数百年の前にこんなことをちゃんと概念として唱えてた人がいるんだというふうに思ってびっくりした、うんうん、まあだからこの世界っていうのはそういうふうな、まあ、僕はもう混沌とした、そして今おっしゃったように非常に小さい世界ですよね、はい、ミクロコスミックな世界、どんどこどんどこどんどここの混沌としたミクロコスミックの世界でいろんなこの現象が起こってる、はい、まあ、人間の世界に持ってきたのは陰と陽だったと、うん、だけどここの世界、はい、対極の世界っていうのはまさにわからない世界、混沌とした世界なんだと、うん、これ疫境を僕は読んでたから、はい、そういうふうに理解したんです。なるほど、その量子コンピューターもうすでにできているというか、こうものとして存在しているんでしょうか。そうですね、やっと2年ぐらい前からこう皆さんに使っていただけるような、量子コンピューターができ始めてきました、うん、これがその今ちょうど我々が作った量子コンピューターです、この真ん中の円筒形の部分が量子コンピューターでして、この量子円筒形の一番下のところに不思議な現象、量子の不思議な現象を出現するような1センチ角ぐらいの部品がここに入っています。2017年11月に IBM が発表した量子コンピュータ試作機 IBM-Q、 その姿は私たちが知るコンピュータとは似ても似つかない。本体が収められているのはこの巨大な円筒の中、ところが内部のほとんどを冷却装置が占めているという。 IBM-Q の心臓部がある場所は円筒の一番下、それがこちらの半導体。大きさは1センチ角ほど。この小さな部品が量子現象を使って爆発的な速度で計算をしている。しかしなぜこれほどまでに大掛かりな装置が必要なのか、そこには量子コンピューターが抱える大きな課題があった。実は量子現象はすごく儚いので、量子状態を起こすためには極限まで温度を下げないといけないんですね、うん、でこの筒の上から下までかけて温度をどん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 下げていっています。
すごい。じゃあもうコンピューターと名前はなってるけど、いわゆるこういうカチャカチャやるものでも機械でもなく、もう現象を捉える装置といいますか、装置になって、それを働かせるための装置、はい、どれぐらい冷やしてるかといいますと、もうほとんど、全てのものがある意味死に絶えるぐらいの温度がこれ以上下がらない絶対零度に近いところまで下げています。摂氏でいうとマイナス 273.15 度です。マイナス273度まで下がってるんです。そこからほんのちょっとだけ上の摂氏マイナス 273.15 から0.015 度上のところまで下げています。そんなに冷やすんだったら宇宙で動かせばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、宇宙の方が熱いんです。ああ、じゃあ宇宙よりも冷やして、そこまで温度を下げ、はい、あと外の熱、光、電波全てをシャットアウトして、ノイズを全て取ってあげないと、ここで起こる量子現象を我々は利用できないんです。なんてデリケートな。そうなんですね。そうすれば動くというか、いろんな、まあ、計算というかいろんな仕事ができるっていうこと、ね、それがですね、そこまでやって計算に動いてくれる時間がまだ1万分の1秒。1秒ですらない。1秒ですらない。量子コンピューター実用化の前に横たわる課題は大きく2つある。1つ目は、量子状態を維持するために熱や電波などのノイズを完全に遮断するのが難しいこと。2つ目は、計算能力を司る量子の数を増やすのが難しいこと。IBM が発表した量子コンピュータ試作機 IBM-Q が持つ量子の数は50個。これにより1125兆通りの計算を一瞬で終わらせることができるという。大きな課題が残されているものの、量子コンピュータは試作機の段階でスーパーコンピュータをはるかにしのぐ性能を持っているのだ。量子コンピュータを取り巻く状況でいうと、世界的にはどうですか。日本ではこうして研究が進められているので、海外もいろいろ投資しているというか注目しているんですよね。もうそれは世界各国ものすごい注目しています。アメリカは年間220億円つぎ込んでますし、ヨーロッパも2016年から10年間で約1330億、日本も申請は32億でやったのかな、それでもまあ20億以上のお金が1年間でまあつぎ込まれたと、18年度の予算でね、そういう状況で各国政府も入って、非常に力を入れてる領域で、ただその進化もものすごい早い。だから今おっしゃったような問題はたくさんあるけれども、もう多分どんどん解決されていく方向になるんじゃないかと。今現在の従来型のコンピューターもこれ以上例えば高速にするっていうことはだんだん難しくなるんじゃないかっていうふうに言われてる、多分スーパーコンピューターでも、もう達成できるマックスに近づいてるんじゃないか、だから何が何でも各国政府は、まあ、今まではスーパーコンピューター競った争ってたけど、はいたねはい、こっちに移らないといけないようになってきてるんだろうと認識してると思う。おそらく事業の経営者もですね、まあ、あと数年も例えば極めて重要な戦略的課題であると、この分野についても研究しないといけない、この分野をもうちょっと自分たち理解、自分たちの事業にどういうふうに使えるか理解しないといけないと思うようになるんじゃないかと、私なんかもうそのずっとそれを思って、もうこれから山道さんにも徹底的にへばりついていこうと思ってるぐらいですから。そうです、うん、投資の額としては日本は少なめですよね。少なめなんですけどね、結構この分野の研究者っていうのは、例えばそのさっきちょっと申し上げたアニーリング方式といわれる、まあ、この全部の厳密な解を出すことは不可能なんだけど、特定の分野については結構その近似解を出すというような、この原理を提唱したのも
日本人なんです。日本人研究者なんです、はい、だから、ね、IBM という巨大な、まあ、グループでも、はい、日本を非常に研究について重要視してます。ブームでいくと結構ね、はい、日本人は優れた研究をしてるんです。コンピューターテクノロジーの研究者の中でもトップランナーの一人に数えられる山道。その原点は高校時代に遡るという。山道さん、なぜこの研究者の道にそもそも入られたんですか？なぜ入ったかですか、はい。まあ、漫然と受けてた高校の授業がありまして、高校生だと皆さんその振り子の単振動っていうのを物理は必ず学ぶんですね。それが終わった最後のにその物理の当時の先生が、あまりみんながこう楽しんでその授業を受けてなかったのもあって、ポツッと最後に一言、外の木の風で葉が揺れてるのも全部単振動の組み合わせなんだけどなってポッとおっしゃったんですよ。その時に何て言うんでしょう、学んでたシンプルな数学物理と外の現象が結びついてるっていうのは非常に自分の心の中にずっと残ってます、うん。じゃあもうそれが結構きっかけ。それは結構きっかけですね。それは物理学でも、まあ、科学でもそうですけど、あらゆるものは自然現象の中に、存在してるんですね、うん。それをものの断りは何かって突き詰めていく学問、これ物理ですね。物の断りを探す、この中にいろんな法則を発見していく。しかしそれはこの自然界のここの世界、まあ、人間が目に見える可視できるような世界での法則で、さっきの量子力学の世界って見えない世界の、認識できない世界の法則があるんだと。だからいろんなところにいろんな法則があり得るんですね。そうですね。形になるっていうと、あと何年と、そのすごくスピードが速いというふうに進化がおっしゃってましたけど、はい、どれぐらいを見ていらっしゃいます？何年に？そうですね、あと 2,3 年すれば、はい、一般のお客様が量子コンピューターを業務の中で価値あるものとして使っていただくような時代が来るんじゃないかと思っています。でこの量子コンピューターが実用化されるようになって来るとしたら、具体的にはどんなことが、こう今までできなかったどんなことができるようになってくるんでしょう。はい、具体的な例としましては、はい、交差点で右折、はい、自動運転で右折するというシーンを考えていただくと、はい、人間の場合は対向車がやってきている、はい、来ていない、歩行者が横断歩道を渡っている渡っていない、あらゆる場面を一瞬で判断して右折していきます、はい。でもそれを自動運転で計算しようとすると、ただ右折するという行為だけでも取り扱う場合の数は桁違いに大きくて、今のコンピューターでは難しいと言われています、うん。もちろん量子コンピューターですぐ解けるわけではないんですけれども、そういった複雑な場合の数がバーッと増えていくところを量子コンピューターに投げて答えを出す。でその前後は今までのような速いはい、スーパーコンピューターとかを使って、うん、そういったハイブリッドの使い方になっていくんじゃないかなと思って。世界で戦っていくためにどんなことが必要だと北尾さんお考えですか？まあやっぱりこう今学の世界、それから、まあ、企業の世界ですね、それから政府と、この三位一体で、いろいろ取り組まないといけないようなビッグプロジェクトが非常に多いです。でその三位一体で取り組む中で、さらにいろんな国を超えた多様性を追求しながら、それぞれのこの分野で優秀な方を集めていく、そういう仕組みがどうしても必要。もう一つはさっきのこの疫学と、まあ、まさに最先端行ってるコンピューティングの世界全く関係ないように思うけど、意外とふっとしたひらめきとかね、そういうのが2000年前の書にあったりするわけです。そういう意味でいくと、広い教養を持つっていうことが
僕は重要なんじゃないかなと思いますね。人間の幅が広くなる、そうするといろんな発想とか施策も広くなったり深まったりするんじゃないかなというふうに思いますね。山道さんいかがですか。何千万円の例えば疫学や古典が生きたみたいなことはありますか、はい、勉強されてるとか具体的には今そういったところは、まだまだ自分の知識が足らなくてないんですけれども、そういったことはとても大事だと思いますし、おっしゃる通りその教養幅をどうやって広げていったらいいんだろうというのはぜひ教えを請いたいと。この学際的なインターディシプリナリーなこの世界が一つ新しい発見につながったり進化につながったりするんだと思うんですね。もうこの学問だけとかあの学問だけとかっていう時代は終わったんじゃないですかね。おっしゃる通りですね。